金曜18時になりました。こんばんは、石陣180です。今日もね、大好評企画、出たマイフェイバリット180、はい、私たちの、着物や帯をね、実際につけていただいているところをですね、お写真と感想を送っていただいて皆さんにご紹介するという企画、マイフェイバリット180なんですけども、誰得って僕らが一番得してる感じたっぷりの企画。ただまあコーディネートのね、こういろんな参考になったり、あ、小物はこういう風な使い方をするんだとか、こういう着物にも合うんだみたいなのね、ご参考にしていただいたらいいなと思いますんで、ぜひ皆さんもね、楽しんでください。今回ね、ご応募というか、まあこちらから頼んだんですけどね、はい、いただいたのはてるよさん。てるよさん、まあお着物は、大小のあられ小物で、袋帯に弊社のつづれ団一松で、今回羽織にも弊社のお召しの流水島と呼ばれる、お召しを合わせていただいております。あら素敵じゃないですか。コメントは、はい、私の着物お出かけのお気に入りの羽織と帯です。着付け教室のイベントで、今川織物のお召しを初めて拝見、色の鮮やかさに目を奪われました。その後ろに実はそこの帯がありました。で、その帯を見たとき、何この色、この帯模様、今まで見たことがなかったのでびっくり。その時の私では手に取る勇気がなかったです。ほんの3年前のことです。その後ずっと心の中にこの帯があり、1年後、大阪のイベントでまたこの帯に出会い、迷うことなく手に取りました。この羽織と帯との出会いが、私のコーディネートのターニングポイントです。タンスの中の着物に全部合うかも、瓶型の着物の色にも映えるかな。マルチカラーの帯で、小物での色遊びが楽しく、いろんなことができそうな気がします。自己満足というコメントをいただきました。自己満足。いや全然自己満足じゃなくて、すごい似合ってますよね。かっこいいコーディネートで来てくださってますよね。そうで、もともとあれなんですよね、てるよさんは割とシックなコーディネートがお好きだったんですよね。そうですね、僕初めて会った時はお着物やったのか洋服やったのかも覚えてないんですよ。ただすごくそのうちのお召しの色が気に入ってくれはって、羽織でもいいよねっていう会話はしてたことは覚えてるんですけどね。まあでも今180のイベントにも来てくださいますけど、非常にこう関西人らしいというのか、オリジナリティのある着こなしを違和感なく上手にこなさはる、いいコーディネートですよね。こう羽織ってこう帯に目がいくじゃないですか、前が開いてるから。でこう着物が無地というかね、これ江戸小紋でしょ、にこう華やかな帯して羽織を着ることで帯にこうフォーカスがいくじゃないですか、かっこいいコーディネートですよね。N180 へのメッセージも頂戴しております。ありがとうございます。西陣180の方々との出会いで、その後の私の着物生活が大きく変わりました。自由度も増え、ちょっとしたお出かけには着物、今着ないでいつ着るの、皆様の新作を楽しみにしています。問題は予算です。使っちゃうからね、本当にね、そこはね、ひねり出していただいてはい、ありがたいですよね。ありがたいです。ということで、てるよさんありがとうございました。ありがとうございました、はい、またお会いする機会楽しみにしています。はい、この方はちかさんという着物インスタグラマーの方ですね。YouTube もね、我々のも出ていただいてますけども、はい、その方から、いただきました。自分たちの、着付け教室、お母様がやってる着付け教室の、生徒さんとのクリスマスパーティーで着用したというお写真をいただきました。クリスマスパーティーに行くため、少し華やかな着物と帯にしたいと思い、北出与三郎さんの小紋に安田さんの黒の名古屋帯を合わせて、粋な感じにさせたくてコーディネートしてみました。半襟は歌舞伎役者さんの熊取をつけて、歌舞伎の人気演目「助六」のワンシーンをイメージしました。お腹の部分はキセルで、反対側は助六が脅かされている優れものです。さらに5本しかない「エビ寿」の、織物が垂れ先にデザインされておりますということです。で、実は、垂れ先にえびことぶきというのは5本しか作ってなくて、過去にそのうちの1本をお求めいただいてます。通常売ってるやつは、そのえびことぶきが入ってない、垂れ無地の名古屋帯なんですけれども、お柄はスケロクという歌舞伎18番のお柄をしております。キセルに恋文をね、つけたものなんですけど、まあこの方はお母さんがもうね、着付けの先生ですし、ご本人もべっぴんさんでいらっしゃるので、スラッと着る着方をこう心がけて、常に結構着物でねイベント出てはるんで、よく SNS ではお姿拝見するんですけどね。まあでも本当に綺麗に着物着てはりますよね。チカさんもモデルさんみたいですね。はい、180の皆様へ。安田さんの名古屋帯は上品で、自走の際に締めやすく、帯の柄がストーリーを持ち、安田さんの優しい語りかけるような帯の説明が今でも心地よく思い出しております。母親とも良い帯を、お迎えできましたねと話しております。今回も素敵な企画を作っていただきありがとうございます。こちらこそ年始のなかなかお話のできないお三方と、タンス着物レスキューの YouTube を、出させていただき、良い思い出となりました。動画を見てくださる皆様にぜひ本物の帯を、触ってもらいたいものです。これからも動画配信とイベント等参加させていただく企画がありましたら、ぜひよろしくお願い申し上げますということでした。はい、続きまして、こちらはですね、お名前もお顔も出ていいよという方です。はい、高島真知子さんでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、着物はですね、花織に合わせていただいております。はい、で着物仲間と実はサローネに行った時のお写真を頂戴しました。はい、コメント頂戴してます。今回は憧れのおばさん帯を変えて着物コーデ見てもらいに行きました。ドキドキワクワク褒めてもらい、本当帯を購入した回がありました。実はどの着物にも多色曲線モダンながら買ってよかったとおっしゃっていただいております。華やかな気分になれます。汎用性高いのを選んで買います。帯1本に着物20枚、すごいですね。情報多いな。買うなら帯締め、帯に合う小さくても目立つからいいものを買っています。買いすぎ失敗だらけですが、帯締めは2本あればいい。そうなんですかね。着物も格の違う顔色綺麗なもの2着あればいい。現実、無駄、失敗して分かってきましたと。まあいろいろ失敗を重ねながら勉強していくんですね。はい、もうだいぶ年配、着物で若い方にも大事にしてもらっていますと。洋服無駄な買い物はいりませんね。いざという時は着物、着付け、自前、リグ、コスパですということです。はい、これ花織だそうです。ワイワイ楽しい。最初は着物ぼっちの私にも着物仲間ができました。みんなで着物着ていき、お茶してさらに楽しんでいますということでございます。ありがたいですね。ありがたいですね。こちらの方はね、まあ関東在住でまあ小売店さんで帯を買っていただいたんです。だから何々に私が合わせたとかじゃなくて、まあご自分で選んでいただいて、で、どんなにあるかなということで花織を合わせていただいてますね。今日はこの花織がね、素敵ですよね。花織にこう柄の無地、遠目から見ると無地寄りに見えるじゃないですか。ちょっと光沢があるような花織だから、そこにちょっとこういう華やかな帯でちょっとこう華やかさをね出したコーディネートされてるっていう、ちょっと高度なコーディネートですね。ちなみにお写真の帯とこのジールはちょっと違うんですよ。これちょっと赤い、そうなんですよ。紫がね、うち5種類ぐらいあって、ジーロがで同じもんがないんで、こっちはちょっと赤紫のジーロなんですけど、じゃ青みや。そうなん、こっちは青みのね、ちょっと江戸紫っぽいですね。ご飯ですよね。だから花織のこういうちょっとアイボリーっぽい色でね、合うんですよね、そっちの方がね。うまいコーディネートですよね。帯揚げがいいでしょ。うん、俺チラッと帯揚げがね、チラッとね、頑張ってくださいってね、しょっちゅうおっしゃっていただいてますんで、よく YouTube にもね、コメントいただいてますから、本当にいつも応援していただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、マイフェイバリット180いかがでしたか？なんかもう皆さんからのコメントがもう180愛にあふれてるというのが、はい、ちょっと恥ずかしい、うん、褒められすぎて、本当に、皆さんに喜んで参加してもらおうと思った企画なんですけど、一番多分喜んでるのが僕らかもしれないという、そうですよね、緊急事態ですね、はい、でもありがたいですよね、うんうん、こういう合わせ方するんやっていうのなかったですか？ありましたね。ね、皆さんそれぞれね、織物に合わせたりね、染め物織物と織物というのもなんか、ね、ありになってきたなという印象はありますよね。まあ、非常に僕たちが想定している以上に僕たちの帯を幅広く使っていただいてる、そうなんですっていうのがよくわかりますよね。小物もね、意外なこう色を使われたりして、うん、こっちで参考になりましたよね。はい、でこのコーナーに出たいという場合どうしたらいいんでしょうか？はい、このコーナー「マイフェイバリット180」にご出演したいなとご希望の方はですね、まずは西陣180の公式 LINE に登録をお願いします。で公式 LINE からですね、皆さんに出たいよっていうのをね、メッセージいただいたらご出演できますので、どんどんご応募お待ちしております。でその公式 LINE はですね、今ご覧いただいている動画の、タイトルをですね、クリックしていただくと概要欄というのがございまして、概要欄の中に西陣180公式 LINE というリンクがございますんで、そちらを押していただいたら、西陣180公式 LINE に登録できますんで、ぜひ公式 LINE 登録、そしてマイフェイバリット180にご出演希望の方は公式 LINE に登録をよろしくお願いいたします。お願いします。だんだん皆さんのお声もあって回数を得てブラッシュアップしていきたいなと思ってますんで、ね、はい、皆さんが今回のこの動画を見てどう思われたのかとか、もうちょっとこうしてくれたら私応募したいなとか、そんなコメントなんかも、お待ちしておりますんで、ぜひぜひ皆さん遠慮せずに、もう良かったよっていうだけでいいんでコメントいただけるとね、励みになりますのでよろしくお願いいたします。この動画良かったと思ったら高評価ボタンよろしくお願いします。いいですよね。はい、はい、以上京都西陣から西陣180でした。また来週。このチャンネルでご紹介させていただいた商品についてお問い合わせがございましたら LINE でメッセージください。公式 LINE アカウントのご案内は動画の説明欄に記載されております。お気軽にお問い合わせください。